日本千葉県松戸市上敷上敷は千葉県松戸市の地名である。現在、一部が土地区画整理組合による土地区画整理事業によって開発が進行中である。かつては上敷、上敷1丁目、上敷2丁目、上敷3丁目に分かれていた。2011年9月の松戸市議会定例会において、上敷の一部を町名一番変更により東松戸1丁目、 東松戸2丁目、東松戸3丁目、東松戸4丁目の4つに変更されることが決議され、2012年2月25日から実施された。同時に、東松戸の郵便番号として270-2225が新たに設定された。上敷期1丁目、上敷期2丁目、上敷期3丁目は変更されていない。松戸市の南部に位置し、起伏の多い地区である。中心には、 JR 武蔵野線と北総鉄道の交差点、東松戸駅がある。松戸宿志崎南町、松、飛び台、田中神殿、河原の塚、稚屋、大橋、秋山、高塚神殿、市川市大町と隣接する。明治時代、大正時代まではこの地区は樹林であった。昭和時代から畑として使用され、昭和後期平成に入ると、住宅、商業地として使用された。 1990年代の東松戸駅開業と共に周辺の開発が進んだ。松戸市及び区画整理組合の事業は一時停滞したが再現部と松戸市の手こ入れにより軌道に乗り2012年2月に本館地処分が完了した。2016年7月に上時期土地区画整理組合はその全事業を完了して解散した。 東松戸駅駅周辺も参照されたい。上敷地区は元葛飾郡に属し、1889年の町村政施工事には東葛飾郡矢柱村大矢坂みじであった。矢柱村は1938年松戸町に編入。1943年には松戸町の市政施行に伴い松戸市大矢坂みじとなった。区画整理の進展に伴い、 2001年に上敷1丁目、2003年に上敷2丁目、上敷3丁目が成立、2012年に東松戸1丁目から4丁目が成立した。現行の行政地名は上時期、上敷、上敷1丁目から3丁目、東松戸1丁目から4丁目の8地区に分かれる。これら8地区の人口世帯数は次の通りである。上敷地区の人口は近年大きく伸びており、 特に、上時期の人口は、2007年から2010年までの3年間で、約43%増加した。地区内には、湯浅性の世帯が多い。2017年11月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。松戸市では、米、ネギ、大根、カブ、キャベツなどの野菜類が多く生産されていた。上式でも多くの農家によって農業が発達していた。 上時期には、利園も多くあり、観光利園としても有名であった。しかし、土地区画整理事業や農業の衰退などで農家人口が激減した。平成12年には農家人口が5000人程度まで減少した。現在は、観光利園がいくつか、ある程度となっている、上敷地区の東松戸駅を中心とした範囲を対象とした土地区画整理事業である。 概要は次の通り、上地域土地区画整理事業地内への松戸市立総合医療センターの移設計画があったが、撤回された。松戸市役所の支所、市立図書館文館を設置する計画がある。市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる、行政金融機関医療、福祉教育スポーツ観光指式地区の北に隣接する、田中新田地区との境界線上を走る道路の、 通称、沿道には472本の桜が植えられている。AB、松戸市アザ別世帯数人公表。松戸市。2017年12月5日閲覧。郵便番号。日本郵便。2017年12月5日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年12月5日閲覧。松戸市アザ別世帯数人公表。松戸市。 小中学校通学区域、松戸市、2017年12月5日閲覧、ありがとうございます。